はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ユーロです。いつもすちみじきょうチャンネルご覧いただきありがとうございます。はい、ネクストフェス、通称次フェスの1週間がやってまいりましたよ。皆さん、やった。はい、このキャンペーンはイベントはですね、スチームで、近日公開される、また発売中の新作の体験版を遊べるということでですね、もう4回目ぐらいかな、ちょっと途中でネクストフェスに名前が変わったんですけれども、はい、ずっと続いてます。もう2年ぐらいやってるかな。はい、続いてます。年に 2,3 回やってるんですが、で、6月13日、午前2時から、あ、ごめんなさい、6月14日午前2時から6月21日の午前2時ですね、夜に終わるんですけれども、はい、近日登場ゲームの祭典、あ、近日登場ゲームにもう限定してるんだ、何百もの体験版と多数のライブストリーミング満載の7日間ということで、はい、こんな感じで開発者がプレイするプレイ動画も見ながら体験版も遊べると、はい、一応ね、このブロードキャストサービスも、まあ、字幕があるんで、はい、その字幕が機能していれば日本語を見ることができるんですけどね。はい、で今回ですね、2022年夏の Steam Next Fest バッジということで、はい、Next Fest の体験版をプレイして Steam プロフィールに表示されできるバッジをアンロックしましょうということで、体験版をプレイするとバッジがレベルアップするということなんで、体験版を遊べば遊ぶほど、はい、バッジのレベルが上がっていくと、で Steam の、プロフィールのレベルが上がっていくと、まあね、あのフレンドの枠が増えたりショーケース飾れたりするので、まあ、そこが、まあ、一つのね、この体験版に参加する動機づけになるんじゃないかっていうことが始まってますよね。で、ホームを見ると、はい、ウィッシュリストに存在しているもので体験版が遊べるもの、あなたへのおすすめ、体験版は閲覧ということで、Steam の、ラボの新機能を利用したいつもの感じでタブがあります。はい、まず人気の近日登場、はい、ウィッシュリストで最も人気の近日登場ゲーム、そして体験版のデイリーアクティブプレイヤー数ということで、どんだけの人が体験版を遊んでいるのか、まあ人気のある体験版ですね。まあ人気のあるゲームが必然的に選ばれていると思うんですけどね。はい、ウィッシュリストとはまた違う体験版を遊びたくなるようなゲームが集まっているという感じですね。はい、そしてジャンルごとに分かれています。アクション、アドベンチャー、ストラテジー、シミュレーション、 RPG、 パズル、プラットフォーム、スポーツ、レース、コントローラー、 VR ということで、はい、それぞれ体験版を遊ぶことができます。はい、アクションザザッと見ていきますか。はい、オープンワールドのタグが付けられているもの、アクションでも RPG のタグが付けられているもの、 FPS のタグが付けられているもの、そしてここをスライドさせていくと、はい、たくさんのゲームが出てきます。これ優先順位ね、どれっていうことはないと思うんですよね、多分。はい、人気があるから最初に来てるっていうわけではないと思います。はい、サードパーソンシューティング、あ、デストロイオールヒューマンズも体験版遊べるんだ、へえ、知らんかった。はい、オバケイドロであるとか、これはコナミのね、はい、パブリッシングの、はい、マルチで遊ぶゲームですけれども、こういうものも入ってきてますね。でアーケード、そしてシューティング、ベルトスクロールアクションと、まあ、あのユーザータグって複数ついているので、アクションの中でもメトロイドバニアであるとか、まあ、その自分の好きなジャンルを選ぶことができますね。アクションでもサバイバル要素があるとかね、はい、フライト要素があるとか、ダンジョンクロール、ハック&スラッシュ、まあ、いっぱいあって、それぞれのカテゴリーにもいっぱい体験版あるので、まあね、全く自分の興味のないゲームしかないっていうことはないと思いますよね。はい、AAA タイトルとかにこだわらなければこのフェスは本当にいい、体験の場となると思います。そしてさらに絞り込みをかけることができますね。はい、アクション、アドベンチャー、
数のタグが付けられているカジュアルに遊べるものとか、こうやってどんどん絞り込みを行うことでだんだんこう精度が上がっていくという感じになってます。でもちろんそのトップレベルのジャンルだけではなくて、はい、もう少し絞り込みをかけることができます。サブジャンル、じゃあ横スクロールにしようかな、はい、ビジュアルと視点はまあ 3D がいいかなとか、はい、2D にしようかなとか、でテーマと雰囲気、まあ、雰囲気ゲーと呼ばれるもの、 SF チックなものがいいな、ファンタジーがいいなとか、はい、こういう感じで絞り込みを行うことができますね。で物語を重視したものがいいなとか、はい、PVE、対コンピューター戦ですね、 PVP 対人戦がいいなとか、まあ、こういうのも複数選ぶことができます。でシングルプレイ専用がいいなとか、マルチがいいな、協力プレイがいいなっていうのもこのプレイヤーのところで選ぶことができますね。はい。で、プラットフォーム、まあ、これはあまりあの SteamOS だと思うんで、まあ、このあたりはあんまりいじらなくてもいいですね。 SteamOS でもいいというか、プラットフォームはあんまりいじらない方がいいと思います。はい、まあ、こんな感じで設定すると、まあ、たくさんあるので絞り込みを行いやすくなりますね。はい、アドベンチャーゲームも、こんな感じで物語を重視したものとか探検ものとか、まあ要するに同じような感じですね。そのアドベンチャーの中でもどういうアドベンチャーなのかっていうことが探しやすくなっていて、さらにこの3つのタブを調べることができるので、もう迷ったら、まあ、とりあえずアクティブプレイヤー数が多いものから片っ端に見ていくっていうのも一つの方法だと思います。でみんな大好き、割とシングルプレイがあるストラテジーゲーム、はい、これねちょっと気になってるんですよね。自分ちょっとドルフロマンティックにハマってるんで、なんかドルフロマンティックっぽいなと思ってね、このランドアボブシーベローっていう、またなんか変わったヘックスのなんかねストラテジー、パズル要素があるのかな、論理パズルなんでね、こういう街づくりのパズルの気軽に楽しめる系今ちょっとハマってるんですよね自分。はい、そういうものとかあります。まあビッシュリストに体験版を遊ぶことを前提に入れているのであれば、まあ、それから優先してね遊ぶことができると思いますけれども、はい、6月は結構ね、いろんなゲームショーイベントなんかで新作が発表されたばかりなので、早速それを遊びたいなと思っておられる方もおられると思います。はい、ぜひ遊んでみてください。はい、シミュレーション、フライトシミュレーションとかね、いろんなシミュレーターありますよね。はい、最近だったら焼肉シミュレーターとかねありましたけれども、はい、そこまで体験するんかいっていうねシミュレーターが結構 Steam にはあるので、まあ、そういったものを遊ぶことができると思いますね。シミュレーションの中で最もユーシリストに入れられているこのテラニル、まあ、これはね自分もすごく気になっていて、前々回が前回のあの体験版を遊ぼうで遊んだんですけどね、またそれからちょっと進化してるのかな。はい、まあ、これが一番ウィッシュリストに入れていると。でまだ初日なので体験版のアクティブプレイヤー数は精度がないと思うんですけど、まあ、テラニルは上位になってるんですよね。やっぱり街づくりとかね、そういうものをちょっと中心にやっていきたいなと思っております。はい、 RPG、 RPG という一言で言ってもね、アクション RPG もあったり、オープンワールド系の RPG、 単性の RPG、 いろいろあります。マルチプレイを主体とした RPG、 ストーリー主導の RPG、 じっくりシングルプレイでやりたいならストーリー主導がいいかもしれないですないですね、物語をこう追いながらね。でローグライク要素のある RPG ももちろんありますし、パーティー制ダンジョンクロール JRPG ね、日本をリスペクトしてね、いろんな海外の方が、JRPG を作ってくれているっていうね、そういうことも知れるのがこの体験版かもしれませんね。はい、ウィッシュリストで最も人気のあるゲーム、ルーツオブ、パチャ、変わった、なんかちょっと東南アジア系のデベロッパーじゃないこれね。こうやってねマウスをこう当てるだけでね、ある程度見れるのはいいですよね。これもね Steam の機能で1年ぐらい前か実装されたものですけれどもね、だいぶこう Steam ページを見やすくなりましたよね。はい、でパズルですね。パズルゲームもまあ単純なものから、さっきのねこれもパズルゲームにラインナップされてますけどね、ランドアボブシーベロー、はいね、あフォーク2出るんだ、ついに2が出るのか。これもね1は圧倒的に好評で、
ね、つなげるパズルですけれども、まあ、こういう単純なものとかが意外とね流行ったりするんでね。はい、そしてプラットフォームは横スクロールが多いのかな。パズルプラットフォーム、マルチプレイのプラットフォーム、アーケード、なるほど、 2D3D。 はい、9日ナインソウル、古代中国神話を融合させた 2D プラットフォーム型アクションアドベンチャーゲーム。へえ、なかなか面白そうですね。はい、スポーツレース、はい、スポーツレース、アーケード、スポーツ、これがスポーツ、あ、ハウス、あれか、馬を育てて、馬術のゲームかな、これ。競走馬じゃなさそうですね。モトクロスのゲームとかね、あります。はい、あ、究極の釣りシミュレーター2、出るんだ。2が出るんだ。ウィッシュリストに入ってます。これはちょっとやってみたいな。はい、まあ、スポーツといってもね、こういうサッカーとかだけじゃなくてね、野球とかサッカーだけじゃなくて、割とこういう、あ、これなんかあれに似てるな。あ、ゴルフなんだ。ねえ、この車を運転するサッカーゲームってありましたよね。まあ、スチームにからは去りましたけれども、基本プレイ無料のね、ゲーム。はい、でコントローラーを使う、もう自分はコンシューマー畑を歩いてきたので、コントローラーパッドでゲームやりたいなっていう時は、まあこんな感じのところから探すといいんではないでしょうかね。はい、メトロバニアロイドバニアサバイバル、これも気になってたんですよね。アロフトってなかなか空を飛んだりクラフトしたりできるやつね。ちょっと荒削りな感じはしますけど、それがまたいいんじゃないかなと思いますけどね。このね、なんか荒削り感ね、今のこの飛ぶシーンとか荒削りじゃないですかね。この感じがなんかこう小規模デベロッパーっぽくていいんですよね。こういうね、やっぱりいろんな人が別にね、多人数の会社だけではないと思うんで、こういうね、少ない人数の小規模デベロッパーの人でもこう応募してね、登録してSteamで夢をつかむみたいなね、こともありますよね。はい、たくさんのゲームがあります。はい、まあこんな感じであるので、まあ、とりあえずホームのところで自分のビッシュリストに入っているものなんかをチェックしたり、他の人がビッシュリストに入れているもの、そして体験版何が遊ばれているのかで、人気の近日登場、まあ、このあたりを見て体験版遊ぶといいんではないでしょうか。一つでも一ダースでも好きなだけ試してみましょうと。はい、フェスのページの上部にライブストリーミングのスケジュールも表示されていますよと。はい、お気に入ったものはビッシュリストに追加しましょうと。例えば、まあ、このメタル、あ、これなんかありましたよね、ドゥームっぽいって言って、メタルヘルシンガーなんか紹介したな。はい、まあ、これだったらここのビッシュリストに追加を押せば、まあ、買い物リストに入れられますしね。はい、ここを開けばライブストリーミングあったら、はい、ここで開発者の声聞けますし、はい、いろいろできます。はい、でダウンロードしたかったら体験版ここからダウンロードできますね。はい、黄緑になっているのは多分自分オーガメンティッドスチームを入れているからなので気にしないでください。はい、黄緑になっていてもいなくても一緒です。はい、すごいなこれ。復讐に取りつかれた半人半魔の存在、アンノーンとして悪魔の軍勢と戦うアクションシューター、インターフェース字幕日本語ある。あ、で一つ気をつけないといけないのは、製品版、そのアーリーアクセス版でもそうですけど、製品版は日本語対応していたとしても、体験版は日本語対応していない場合もあります。それはしょうがないですね。だからダウンロードしてのお楽しみということでね、まあ、そこまでその言語化って多分難しいと思うんですよ。多言語化ってもう最終の開発段階だと思うんで、まあ、そういうものが実装されずにまず英語でもいいから遊んでくださいっていうタイトルも結構あるので、はい、その点注意してください。はい、ぜひね、6月21日午前2時までの Steam Next Fest 次フェス、ぜひ遊んでみてください。今日ね、ちょっとね、動画上げられないんですけれども、また明日から、体験版遊んだら動画あげようと思うので、チャンネル登録、そしてこの動画の高評価もお願いします。ユーロでした。バイバイ。
一冊。OK。ヤモちゃん、ヤモちゃんゲット。OK。おお、あれでも、なんかロックマンっぽいボスだな。